皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回使っていくのはスキルの威力が上がり、スキル後に攻撃できるまでの時間を短縮したフォワードラ使います。見た目めっちゃかっこよくて、まあなんだろう、ビジュアル的にはすごい人気なんだけど、性能的にちょっと使いづらくて、あまり使用率が高くないキャラ。ただめちゃめちゃいいキャラなんですよ、このキャラ。結局はアンチキャラ引かれなければ頑張るんですよ。ただアンチキャラ引かれた時にもう何もできないってレベルなんで、そんなね、フォワードラさんがね、今回強化されましたんで使っていきたいと思います。これでいこうかな。まあ、チビブルに対して金気はあんま良くないんですけど、虹バッチせっかく引いたんで。でも多分ね、チビブルリーダーって UFO だと思うんだよな。で、今回リーダーを考えるにしてます。考えるにしてる理由は、まあフォワードラがね、まあ、苦手なアーチャーとか、あのチビクロとか、まあ、エルフとかもいるんですけど、そういう支援キャラに対してね、結構頑張ってくれるよねっていう部分があるんで、カンガルーを、はい、リーダーで持ってきます。うん、なるほど。まあ大砲撃って取りましょう。絶対取らなきゃね、こうてるから。で、123、まあ、こうしましょう。で、フォワードラ。もう置かなきゃいけないからね、これね。ワイワイから。置かなきゃいけないんですけど、あれがきつい。チビブルがね、きついんですよ、フォワードラって。ボコボコにされちゃうんですよ。これね、雨入るとね、瞬殺されるんですよね。あ、倒した。え、火力高ね。なんかよくわかんないけど、倒しましたね。なんだろう。足りないですね、コストが。でもワイバーゲーで負けたくはないんで。ちょっと待って、バフメットずれてるずれてるし、親心はするんですけど、これ死なないと思うね、これ。倒して、OK。間挟んであげないと、多分このケルベの動き買っちゃうんで、ケルベの動き耐えるための壁張ってあげて、クーラーが、ただ、カニキがまだ残ってるんですよね。これ、ドンの後にこのカニを置いてあげて、カニの跳ね返しんでない。跳ね返しないとめっちゃ火力出る。ただ火力は出るんだけど、あ、これさ、ワンチャンさ、これ山っこするじゃない？あ、でかっ、強っ。マジ強い。これ相性いいんですよね。ワイバーンっていう結構厄介なキャラがいたわけなんですけど、これ今回悟空も持ってるんで、私。下行って、マコジ。これいけるな。いけるな、これ。これいける気がする。ここ行こうか。後ろも見たいんだけど、後かな。先に悟空流しかな。先悟空流して、後ろの剣士一体置いて、倒して、爆発全部やられてもらって、剣士一体行って、取って、悟空ね、多分止めるの精一杯なんで、コスト間に合わないと思います。はい、というわけで、点差はいきますね。なんとか。いや、危なすぎる。フォワードラね、チビブルがマジで無理なんですよ。防御力低いんで、雨雲で一瞬で消し飛ぶんですよね。なんですけど、なんか火力高すぎて、チビブルが瞬間消したんだよね。なんでチビブルあれやれたんだ？上のやつ。上のチビブルマジで一瞬だったんだけど、ちょ、わからない、倒した理由が。はい、それでは行きましょう。まあフォワードラ頑張ってました、間違いなく頑張ってました。マジワイバゲー本当に勘弁してほしいね。対空今回なかったんで、大砲撃ちまくったわ。コストがないわただね、クラガに対してね、カンガールが頑張ってくれて、おかげさまでなんとかなったんですけど、なんでフォワードラの動画を撮り始めたらチビブルの次にアーチャーと当たんなきゃいけないの。勘弁して、本当に。マリオネットでいきます。フォワードラはアーチャーマジで無理です。特にリーダーのアーチャーなんてもう瞬動化させられる、ボコボコにされます。本当に無理。ガチできつい。こういう相性があるから、フォワードラって使われないんですよ。難しい。正直アーチャー3体とかでやれちゃうんじゃないかな。壁張られたら多分アーチャー2体でもやりますね。なんなら1体でもやれるけど、壁張られたらだけど。カンガルーでいきます。これ取れると思うんで、さすがに取れます。で、カンガルー行って、上回りを下回り行きます。2本行こうか。ここもね、しっかり削ってもらって、なるべく、ね、残ってほしいですね、体力。あ、それ残んないか。まあでもこれやれると思います。ちょっと時間かけましょう。コガル使ってあげたいですよね。使ってあげないともったいない。あ、マリオネットめっちゃ刺さってるわ、これ。とてもラッキーかもしれん。アーチャー強っ。使ってあげましょう。
歩削れてないと思うんで、ひとまずシャークで見て、このイフリートとか使って、このね、コガルーが前に来てからキャラを出すのがポイントですね。まあ、ここもシャークで一回抑えます。あんまやりすぎるとやられちゃうんで、ほどほどに。この後ろのシャークで抑えるか。上まだ削られてないんで、削られてないんで、剣士来てないんで、剣士来るまで待ちます。コガルー使ってあげる。使ってあげないとマジ無駄になっちゃう。大型を切るコストがあんまないんですけど、そこはもう丁寧にゆっくりやってなんとか回しましょう。イフ行って裏技剣士ここから回すか。破壊されたな。倒したでも。さあミノワ行きましょう。もうただこれね、フォアドラがね、こっから切れるかっていうとまた話変わるんだよな。これさすがにドローかな。ちょっと厳しいですねこれは。さあ一応周りを下壁張ってあげるんですけど、さあパーントン倒しはしてくれる。マリオネットも行ってはいるけど、さあドン、おー火力上がってる感じするな。まあ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 負けなかっただけマジでマシだと思います。次行きましょう。切れそうです。切れそう。チビブルリーダー、アーチャーリーダー、3回目なんだと思います。大天狗リーダー、フォアドラ全部無理。マジで無理。なんならカンガルーも大天狗無理。一発で手前に引っ張られます。ガチできついですこれ。どうするこれ。やばいな。相性悪縁とか引いてくんないかな。札のバランスはいいんだけど、これでいくかも。ポセじゃやりきれないからヘッチだな。ヘッチに頑張ってもらわないと。でもね、大天狗の裏ね、まあ、何来るか分かんないんだけど、あれがいるんだよね、たまに。ミノガとか。ミノガ来るとさらに無理なんだよね。フォアドラマジ、苦手なキャラ多すぎる。まあ、第3まで取って、超引き目にカンガルー置いて、親心狙わずに、コガルーだけで戦う戦法、いいかもしれないね。あ、取れない。まあ、しょうがない。カマキリ削るの早いね。グイーンが来ちゃった。もう届かないんじゃない大天狗多分。そうだよね。オッケーオッケー。ギリギリ届かない位置切れましたね。切れたんで、このままカンガルーを残してあげて戦っていく。オッケー。いいよいいよ。悪くない。で、来ましたね。これもフォアドラでやっちゃおうかな、前線で。うん、前線で行くわ。で、後ろだけチビピコ置いて、あ、さあ相手嫌がってますね。チビピクで飛ばせます。やられましたね。まあ、大砲いっぱい打たれてるんでしょうがないです、まあ、だいぶコース使ってくれてるんで、ひとまずはいいんじゃないかな。トロールもやれそうかな。うん、ひとまずトロールもやれた。で、ドハツテン、どれぐらい削れてるこれ。これチビピク届くんじゃね、レドラに。あ、ギリ届かない。届かないな。これヘッジ行かなきゃダメだな絶対に。まあ、一応ヘッジが剣士ワンパンなんですよ忍者と。なんでそこまで困らずに戦えるんですけど、下はちょっと無理ですね。でもあれは足遅いんで放置しましょう。放置して前行きます。コガルに頑張ってもらおう地道に。さあもう一発ね、スキル出ればやれると思います。いや多分倒せると思います。それはスライマーも無理なんで放置。考える強いですね。相性めっちゃ悪かったけど、これをなんとかしていくのが PS というわけで、あそこもしっかり倒してもらってね。後ろ見てるかな多分相手。これで欲しいな。あ、取りで守りに来たね。じゃあ後ろ落ちるね。はい、というわけで落城ですね。ありがとうございます。めっちゃ相性悪かったけどなんとかかいくぐりました。はい、それでは行きましょう。お相手が金木ですね。金木くん。まあ、金木くんは、カンガルーは無理です、マジで。カンガルーに一方的に来ちゃうんで、ボコボコされます。なんで、ビートル引きたいですね。ビートル引いて助けてあげたい。ただ、フォアドラ側からすれば、金木はそんなに怖くない。
もちろんね、大型が何かとかもあると思うんで、あ、メルでいいんじゃないか、これ。あ、でもグリドラと相性悪いですね、ホドラ。回復してくんないんで、回します。メディはあり。ただ、魔導もね、ありっちゃありなんだけど、こっから妥協。あ、メディ引いたわ。てか、妥協も何も、時間なかったわ。シャッフルする。まあ、メデューサで金木なんとかしましょう。で、トリベが取れないかな。でもこれね、言っていいと思うんだよな、これ考える。取るために。配置的に行きます。オッケー、危ねえ、マジで。まあ、チビフォアで出し、チビフォア出してあげて。おー、はいや。マジか、それ。取られちゃいましたね。朝倉じゃなくて、なんか出てきた、いっぱい。ただこれさ、これこそフォアドラでいいんじゃない？飛んでくるかもしんないけど、倒してくれて、ブードラ？そう、ヘビー地獄をなんとなく合わせて、なんとなく合わせたけど、あんま意味なかったかもな。もう多分止めてあげなきゃダメだ。よいしょ。止めてあげて、そこさえ倒してくれば一応仕事終わりなんで、ナイスナイス。で、このフォワードラが後ろでね、流れてくるキャラがいればなんとかしてほしいなって感じ。そこはしっかり見ようぜ、フォワードラ。あ、見てくんないんだね。ミュール固めて、そう、そういうこと。それができればよろしい。で、この目固めてる隙に倒しましょう。これしかあの、この金木を突破する方法ないんで、札的にね。で、ここ突破して砦を奪ってからいろいろやりたい、できれば。ああ、もうこれメディス出しちゃう、飛ばれちゃうかな、飛ばれちゃうか、もったいないかな。まあでもこれで一回避けるんで、それもやってくれて、メディ流れてる、固める、これメディ流しましょうか。メディに刺さってるかもしれない。はい、ヘビー地獄で止めて、これで奪われないようにしてあげて、金木も全部ストップさせてほしいんだけど、重ねてるのない、これうまいな、えらいね。まあでも金木ね、この通常形態の金木めちゃめちゃ弱いんで、硬いけど火力はないんで放置しましょうか。で、前行きましょう。これ多分メディア相手困ってますよ、これ。体力まだ残ってるから、メディさ。で、あの金木スルーしてフォワードラに任して前に行く。ダメージ入った。干渉に行けるかどうかだけど、さすがに無理かな。干渉は火力が足りてないかもしれない。剣士も飛ばされて、うん、点差勝利と。ありがとうございます。ちょっとブルドラスキルゼロだった気がするな。なんかボコボコにされちゃいましたけど、フォワードラがなんだかんだ処理してくれましたね。はい、それでは行きましょう。ラスト、お相手がブルドラリーダー。ブルドラは激流の回数によりますが、激流次第ではちょっと考えるからしたら嫌かなって感じではあるけど、まあ激流がね、日本ヒットは多分考えるしないと思うんで、ぼちぼち耐えるんじゃないかな。で、あとはフォワードラ側は、まあ水流、召喚時の水流は蹴らないんで、なんとかなったりするんじゃないかな。まあブルドラの効くかスキル発動率次第ですよね。あ、札は好きなんでいきましょうか。ちょっと大型のコストめちゃめちゃ重いですね。カンガルーと大型だけで22コスト使うんで、ちょっとやばいね。剣士2でいこうか。少し節約の構え。どうせ大砲撃つから、ここでは撃ってこないね。さあ、溢れないようにしてあげて、お互いラビット。まあ偉いっすね、とりあえず早いね。ここ押さえよう、しっかり。カンガルーのダメージも入ってそう、いいね。さあ、相打ちか。 OK、 素晴らしい。これはもうね、十分な仕事してます。あとはここだけ一回コンボ出されるか、本当はあんま出したくない。無双でスタンしたかもしれないから、まあでもしょうがない。こう考えると同じとこ行っちゃいました、もう一体。これ多分第一ゲーム余波で死ぬな、消費波で。うわ、強っ。こうチビピク、ピクシーダンス。ここはね、ラビットで返します。ラビット虹なんで、キューでくれば倒せるかもんだよね。いや、お前ふざけんな、マジで。それはああ、もう余計なコスト使った、最悪。倒してくれた。ちょっとコスト貯めよう。ここから貯めなきゃいけない。あ、でもこれ第一ゲームの衝撃波食らわないです、これ。この位置は。
いや、そう、強いな。これで相手の裏の大型次第なんだよね。まだフォワードが行きますもん。これ行かないといけないんで。行かないと切れなくなっちゃう、ここから。さあ、嫌がってくれるかな、これ。ライン下げてきたりしないかな。あのフォワードラ無理だって言って。下げてきましたね。あのフォワードラは無理と。フォワードラを倒せるキャラを引いてないというわけなので。取らせます。フォワードラもう一回使います。さあ、こっからだね。ワンパン入れれば勝ち。キメラ、なるほど。そうかなとは思った。これは無理だね。キメラを引っ張ってフォワードラで狩るにしてもちょっと無理があるので、これはドローです。しゃーなし。まあ、相手もしっかりキャラ数えてるっぽいですね。これこっちが残りのウサギを切るまでパンダ切らないで我慢して、もう一回下げてウサギ切ってきてからパンダを切ると。絶対に負けないよと。うまかったですね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。フォワドラいかがでしたか。なんか悪くなかったよね。どう見ても悪くなかった。サイクロプスの方がよっぽど使いづらいんじゃないかなって感じました。じゃあサイクロプスの動画をどっちで上げてるか、メインかサブか分かんないんだけど、そう、多分サブかな。ちょっとサイクロプスよりは使いやすいんじゃないかなって感じです。間違いなく固定しても面白いかもしれないね。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。